どうもおはようございます、藤ナッツ健でございます。さあ、今日はですね、アップストアでなんかこうあなたへおすすめって出てきた、森嵐というゲームやってみようと思います。なんか非常に面白そうな感じだったんで、こんな感じね。なるほど、画面の右半分タップしたら右に、左半分タップしたら左に上昇するよと、で離したら下に落ちるっていう、まあなんかそんな物理演算の、感じですね。はいはい、ああはいはい、これね、そう、これ見て面白そうと思ったら、このキャラクター全員同じ動きすんのよ。はいはいはい、全員が主人公であり、全員が、なるほどなるほど、あのトゲのやつに当たったら死ぬぞと。はいはいはい、でも一体でも生きてればゲームオーバーにはならんぞっていう。はいはいはい、オッケーオッケー、あ、オッケーオッケー。とりあえず進められた時のサムネ画像的なやつの、通りでしたね。はいはいはい、まあ面白い、シンプル。あー、何、お、あー、赤いやつ全部取らないとなんかクリアならんぞと。で、緑エメラルドがどっかに1個隠されてて、この赤エメラルド、まあルピーですね、ゼルダっぽいこのルピーを全部取ったら、まあ、完全クリアみたいな。オッケーオッケーオッケー、いい、ええやん、こういうの好き、こういうの好き。ちょっとこれさ、難易度がねすごい高いって書いてあったんです。よしよし、なのでちょっと本当に難しそうだったら、これゆくゆくはね生放送でやってもいいかななんても思ってます。まあ、ただどれぐらいの難易度かちょっとまだわからないんでね、ちょっとやってみないことには。ちょ下に落ちるの、あー取れるか、どうだ、あいつ取ったかな、最後の1個取ったかな、あれ、ちょっと、まあまあ赤いの全部通る、青いのも通る、青っていうか緑ね、ゴッドグリーンジェムだからダメだね。あーダメだね。あーなるほど。あ、これはね、ステージ1からシビアですね。ちょっと石でも全部取りてえですね。あーでも、なんかステージ1個1個は短いから。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。とりあえずこれで完全クリアってな感じですね。はいはいはい、あーいいぞいいぞいいぞ。で、これがステージ何個あるの？ワールド2345までね、5までね。やん、これ、3412、全60ステージですね。ねえ、これマジで難しくなるオーラしかないけど、ステージ1であの感じだからな。はい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 、まあまあいろいろギミックとかもありそうよね。何これ、あー十字で回るから、あーこれ全ジェム取るの超むずいけど、今んとこ取れてる、取れてない、あーなるほど、数がいっぱいいないと、あの風車みたいなやつ回すのが相当重いってことね。数が必要だぞと。数で、いかないと、くるくるは回らんから。そういうことね。ちょっと一回クリアしよう、一回クリアしよう。あー、回らない、引っかかる、引っかかる、むずふー。もうとにかくこれ7体全部で中央を攻めたい。あーオッケー、あこういう感じね、こういう感じ、中央を攻めれば、はいはいはい、いったけどさ、これ全ルピー取る、あーいやいやいやいっぱいしで特攻隊たちは全員死にました。いやー、まあ何体かだけども、これでクリアか、どうだ、あんあーなるほど、最後の4個も取るのむずいぞと。あーこれ吸い込まれた時点でクリアになってしまうから、あの上る、あーちょっと待って、これ全ジェム超むずいぞ。よしよしよし、あとはここよ、あとはここの中央を先に、よしよしよし、あとそれさえ OK、 よし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 、マジでこれ緑と赤全部取るの至難ですよこれ。おっと、なんか毛色が違う、これはあれか、敵全部倒せパターンですね、敵全部倒せですね。なるほど、ただまあ敵に、これこのゲーム敵に当たってなんたらがトゲあるやつ以外は大丈夫なんで、
はいはいはい、あと2体、あと1体、あと1体、あー OK 勝ったあーこれ余裕っすね。あ、ボスステージなんだよ。ボ、あ、よかったよかった。ボスステージは、だいぶ簡単でしたただ通常ステージの難易度が、なかなかにおえぐいっていう感じですね。うわー何これ、一体一体入れってね、これいやー 1,2,3 になってくる、これはえぐい。ちょっと待って、緑も全然取れないし、あーちゃーちゃ、これはすごいな、これ全部いける、これ、まだあるもんな、いやーすげえ、手を変え品を変え、あ、でここでクリアね。ここはもう本当になんか PS を鍛えないとクリアできへんぞステージですね。ええやん、こういうのええやん、これオッケー、いけるいけるいける、多分もうグリーンジェムはいいんだな、グリーンジェムはもう取らずに、もう赤だけに全力、あ、ちょよし、もうグリーンはいい、グリーンは捨てよ、で余裕を持って、これ行ったから、よし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 、ええやんええやん、とりあえずええやん、でもうここ分かったな、あいつを取ろうとするからダメなのよ、こっから帰ればいい、よし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 、4個なんか操作できなくてもクリアしちゃうんだからねってやつですよ。でもあとはもうこれ、あー、ちょ1個取り損ねたけど、いい、余裕ある、オッケー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 、よーし、もうここはもう最後がそんなに難しくないから、よーし、きた、なんでしょうね、この普通にクリアするだけなら割と簡単だけれども、このなんでしょうね、ちゃんとこのやり込み要素の部分というか、うわちょっと多いね、これ、あー、でも、よしよし、仲間補充するけど、あー、2体残った、あ、ちょっとワンチャンあるぞ、ワンチャン、あー、2体残った、ちょっと待って、これむずい、あー、いった、ちょっとでも、慎重に、ちょっと待って、これ、いける、一発でいったんちゃう、これ。よーしよしよし、あー怖い、あーちょっと待って、これ、うん、降りるのがむずい、ちょっとこれいける、これ、あ、いったあー、であれもギリ取るのむずいぞ、ギリ取る、よし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 、やった、一発クリア、にゃーい、楽しい。さあ、ワールド1ラス面です。まあドクロなんでボスっぽいっすけど、6ステージごとにボスなんだな。なるほど、トゲに当てた、あー、寝てたぞと、あー、で、あー、こいつをトゲに当てたらどうやらダメージがいくぞと。ただなんだ、あー、ビームとか打ってくるのね、はい、オッケー、把握はした、これを避けながら下から上にボスを押しましょうねと、押してあのトゲに当てようねと。んー、あー、ちょっと待て、数が減ったらもう押せない、あー、ちょっと待って、1体、まあ、このビーム以外は、あー、ちょっと待って、ボスバトルなん、こういう感じな。さあ、ここから8倍速でお届けします。正直ね、最初だけちょろちょろこう全滅したりしてたんですけども、このビームさえ避けときゃ減ることはないんで、あとはまあ自分でね、トゲに自滅するとかはあるんですけど、でまあコツ掴んだらバンバンいけるんですけど、こいつね、とにかく体力が多かったです。いやー、だい、残った、これもう赤くなっとるから、もうさすがにあとちょっとやとは思うんですけど、で左下からなんかあの仲間が湧いてくることも分かったので、これちょっと仲間湧き待ち、いや、いけるか、いけ、押し込んだ、あー、倒した、よし、これ何発よ、十何発か当てんとダメな感じでしたね。オッケー、とりあえずワールド1、クリアしました。あー、何これ、ちょっと待って、緑ジェムなんかどっかあった緑ジェムあった？いや、もう考えられるのはこの残骸たちを
全部あれに吸わせるだな。それ以外緑ジェムの方法がなさそう。どうや、あとこの辺むずいぞ。吸え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 、あと1個。あー、いけたいけた。あーい、なーによこれは。もうちょっとねずるいね。一発目で分かってりゃ絶対取れたけど。いいね、これ多分このゲームのサムネとかに使えるやつですね。もう全部仲間、全部仲間っていうね。あー楽しいね。これはならミスリオあんのか。あ、色違うやつはちょっと動き入るかな。とかはありそうだな。あーまあ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 、あーいっぱい死んでる、いっぱい死んでる。いっぱい死んでるけど、まあまあまあ、なるほど、ステージ2から新しくオレンジの目玉が現れたぞってな感じですね。シャ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 、いやーだいぶ無理ゲーと化してきてる、だいぶ無理ゲーと化してきてるが、よしよしよし、これ、あー、まだあの玉も死ぬよね、絶対死ぬよ。あーあー、セーフセーフ、よーし、あー動いてきた動いてきた、あぶいあぶい、ええやん。あ、なんだよこれ。あ、右と左、人差し指中指で同時押ししたらこれほぼ真上行くね。あー、いやもう無理ゲーやんけと。あ、なるほど。あー、なんだよ。あ、いや、まあ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 、オッケーオッケーオッケー、大きな発見した。オッケー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 、無理ゲーやんけと思ってたけど、いけるわ。真上に上昇するを覚えたら、もうこんなもんどれか1体だけ生きとけばいいんだから。ああ、なるほど、いける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 。ああああああ、ちょいけるか。ああ、むずいむずい。ちょ、まで、もう次から次へととんでもねえ、なんかこれブラックホールみたいななって、これ近く通ったら吸い込まれるんすよ。ゴールよりちょっと吸引力が強いぐらいのやつで、ちょっと待って、一回クリア、もうクリアすらむずいんすけど。さあ、2面のボスです。あー、まあまあ基本的にボスは全部トゲなんだな。トゲが弱点、あー、ちょっと待って、重こいつ。あー、ケツのなんかレモン的なやつを、いや、これ水、ああ、はいはいはい、まあ、あそこだけは弱点だぞというところは。いやー、何こいつは、まあ、ガンガン突進してくるけど、相変わらず突進してくる割に突進は食らっても大丈夫。ああ、ボム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 、あ、やばいね、ボムボムプリンですねこれね。いや、あー、なるほど、突進でやっぱトゲにこいつもぶつけてこようとするぞと。なーに、あー、やばい。あ、これは相当やばそうなオーラ感じるね。で、一面のボスでね、あのボスの体力の多さは嫌というほど分かっとるから。あー、で、数が減ったらまたきつくなるぞと。素晴らしい達成感のあるゲームですね。つうことで、まあちょっとジェムもちょうど足りなくなってるので、まあジェムだけ集めといて、ちょっと近々生放送でクリアするまで寝れません。生放送を、この3、4、5はやっていこうかなと思います。ということで、これマジで面白いゲームとなっておりますので、ゲーム自信があるぞっていう方はね、ぜひともプレイしてみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。